ぼくぼくいく嘘さあ、ということで本日のゲストラバーガロン大水さんですありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます二 <laughs> 本飲みましたねねー美味しかった,美味,しかった <laughs> 美味しく飲めるもんですかあの状況でも美味しいよ <laughs> だ久々にだから 人と、人と飲むっていうので、カウントしていいんですかね、あれは。ああ、で、そうね、はい、でも。本当やってないからね、はい。知らない人がいる中で飲むっていうのは、うん。なんか,かった久々。<laughs> ありがとう、ね。いや、ちょっと破天荒すぎますね。いやー、嬉しいよい。何してるんだ、この人って思ったんですけど。うん、でも、その。自宅待退却一発目、かつ家から徒歩一分っていう、うん、なんか。理由を聞いてたら。うん あ,あそっかそっか、だからかって納得した自分いたんですよ。いやまさかこれがあの自宅待機明け一発目だとは思わなかったのでう、はい、どうでしたかやってみて結構だから本来まあまあのカロリーをねやらせてしまう企画だと思うんですけど。そうねはい だら今日ね来た時もいすいませんなんかこんな大変なのをしかもね。先輩にそんなやらせちゃうのはいや全然いくらでもやれるよマジっすかすげえいや割と他の人はいやもう大変だったみたいなもうしばらく読まないでみたいな感じなんですけどそれはだからさ出たいと思うからだよ部屋からねそう そうか出たいと思わなければ何にも大変なことないんだいマジで初めてですねその理論は、うん、逆転の発想っすね、うん、別にいりはいいじゃんってことそしたらいつか終わっちゃうしそうだよ <laughs> うわすごいわその局地の人はいなかったですね何をみんななんかパニックになっちゃう人がいるじゃん <laughs> <laughs> 確かに涙目で部屋出てく人もいるぐらいなんですようわすごいわこれはなんかあれだよねこう き急いでるっていうかちょっと達観しすぎではお兄さん達人の領域ですそれはすげえわアルコール持ち込んだ人なんてまあいなかったですしあそうはいゆきちゃんもそっかそうですみゆきさんでもなかったですねはい出ようとしてたんでしょうねみゆきさんねそっか意外とそういうとこあるんだね おみさん大嫌なんですよ、そういうとこがあったの逆に。い,いやすごいな。ありがとうございます。よく出てください。いやいやい全然全然。はい、また出るよ。<laughs> えそんな乗り気なのめちゃくちゃ嬉しいですけど。本当？だってあのわかった今日さ初めてあの部屋入って分かった、はい、そのこの部屋でその、はい、持ち込んで、はい、あの食べることができる食べ物。あそう <laughs> レンジとかいからないからあ,ねなんかあらかじめ何かをテイクアウトしてどうよりくつろぐかじゃないんです食べても美味しいやつ時間がたっても楽しめるやつをねいやいいんですよあんまくつろごうとしないでくださいその満喫扱いいいっていいってハイボール用意しなくておおじゃないんですよお店さんも。 おーじゃない言ったら来るんだ時代マ,マジで今 <laughs> 視界の外から <laughs> パッて見たらあったから <laughs> すーごい嬉しくなっちゃった視 <laughs> 覚から来るハイボールが一番嬉しいですもんね <laughs> やっぱボクシングもさ視覚から来るパンチが一番効くっていう視覚 <laughs> から来るハイボールすごい嬉しい。<laughs> <laughs> 何割かましでしょうね<ー>美味しさもね,<ー>ね<ー>すいませんねいやいや、全然飲んじゃってすごいなそういう戦い方もあるのかってすごい勉強になりました、はいまあ、戦ったっていう意識がないからねそうですね、うん、なんか僕も突っ込んだ意識なかったですもん<ー>え百100ももういったんだって感じですそうだね<あー> <laughs> でね ご自宅から徒歩一分の高立地ですから、うん、<laughs> すごい嬉しいマジで気軽に来れちゃうって嬉しいのよ <laughs> いや初めてですねあ<ー>、はい、でもあまあ、本当にめちゃくちゃ嬉しいですしお店さんがこうやって来てくださったのもでこうやってまた来たいって言ってくださるのも嬉しいんですけどわ、うん、かんないですけどどっかのタイミングでこっちからお断りする可能性ありますね <laughs> これは満喫的な利用されても困るんでなんかさここの会社っていうのそうですねお借りさせてもらってるこっちさ、さっち映ってますかねこっちねすごいなんかバーみたいなさ食いつかなくていいんですよ。 ちょっとさっきから、はい、ここあんま言及しなかったですよ、誰もはい、お酒とか入ってますよねそう、はい、ハイボールもあるし、レモンサワーもあるし何になんかありましたワインセラが <laughs> <laughs> じゃあ、バーリーをしようとしないでください、ここね今度さこ、ここでやろうよ <laughs> ここで、<laughs> 普通に飲みながら <laughs> ああああ いいタイマーに過去つけてこれただ飲みたいだけでしょいいね,ねえ <laughs> いやちょっと今後厄介になってくるかもなこの人いや <laughs> 自宅から徒歩1分でこのお酒が楽しめるスペースがあるって思われちゃってるな <laughs> 今ないつでも呼んで<今な> <laughs> いやもちろんお呼びさせてください、うんはい、ありがとうございますじゃあちょっとまた あのいつになるかわかんないですけどもそうだねはい、うん、あのお酒飲みたくなったらぜひ <laughs> じゃあ明日です <laughs> 明日空いております厄介 <laughs> だなもうブリッジのように大水さんの対満開が挟まる可能性ありますよね交互にうん そうなってもねもちろんありがたいですから、うん、こちらとしては。はい、ということで、えー、ぼちぼち締めさせていただきたいなとあそうですか <laughs> はいちょっとまだ結す。また終わっても別に終わってから飲み切っていただければ、はい、飲み干さなくてもいいんでね。はいはいや ちょっとねこれ長くなりそうなのでこの辺で、えー、今回は締めさせていただきたいなと思いますということで本日のゲストラバーガール大水さんでございましたありがとうございました <laughs> あもうカメラ全く意識してないわ <laughs>